はいどうもこんにちは、ゆうです。はい、今日もファイブナイトアーツファイブナイツアットフレディーズ2をプレイしていきたいと思います。はい、ドンと、フィフスナイト、もう最後ですね。これが5夜目なんで、この夜を、この夜でこの朝、ここで朝を迎えればクリアと。まあきっとそう簡単にはいかないんでしょうね。まあ前回も結構ギリギリやっとクリアできたような感じなんで、もう早速オルゴールがもう結構限界、危ない。でそんなことしてるとフォクシーさんがほらね、もう常連さんなんで、もうフォクシーさんは常連さんなんで、まあ大将もね簡単ですよ。さあ、他のお客さんはまだ来ないですね。オルゴールをこまめにとりあえず巻いときますけども、さあどうなるか。あ、うん、バルーンボーイが来てるな。おお、フレディ久しぶり、びっくりした。やっべ、ちょっと待って、これ早っ、マジかよ。ちょっと待って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 、やっべ早いぞ、いろいろ早いぞ。マジか。あれ、今何時間経った？1時まで行ったか。難易度がパないぞ。まあ今の範囲はフォクシーさんですけども、その前に急にフレディが現れてかなりびっくりしました。久しぶりですね、あいつは。まさかここに来てフレディがやってくるとは。とりあえずフォクシーも結構なめてた感があるんで、今回は気をつけたいと思います。ていうか、まあ正直フォクシーは一番なめられないあの人形なんですけどね。正直こいつは急に飛び出てくるんで。タクトに誰かが入り、ウェーボーニー、キューボーニー、もう来てんの。しかもバルンボーイだ、かぶろ。まだいる、ちょっとかぶる。おっと、この音はなんか来てるぞ。やばい、とりあえずボニーと、なんだっけ、バルンボーイ帰ってった。でフォクシーか、まあ、とりあえず向こう向こう。忙しい、忙しいぞこれ。こっちはなんかいる、いない。マングルですね、とりあえず。いや、いるねいるねいるね、うん、君たち。ちょっと、ま、間違った、危ない。ちょっと他のもう画面なんかカメラなんか見てる暇ないよこれ。間違った。ちょっと、おい、なぜ来とる。今9フレディ、初9フレディ、はあ、やばい。ほい、やり過ごせやり過ごせ、なかったことにしろ。よし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 、でもちょっと危ない。怖え、忙しいぞ。
なんか照明いるな。フレディじゃない、なんだっけ、フォクシーだ。でもとりあえず2時まで行ったわ。この調子で行ければいいんだけど。おいマングル、何やってんだおめえよ。ちょっとお前に構ってる暇はない。あー取りつかれた。あれ被るんだっけ。やばい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 。こいつなんだっけ、敵呼ぶんだっけか。やべえ、バルーンボーイだ、かぶります。とりあえずいいかな。はあ久しぶりチカちゃん。うわーとりあえず3時、3時あと半分。ウィーセーフかな、これセーフかな。おおダメだった、ダメだったよこれ。はあちょっともう一回やろう。マジかー、むずいぞー。さーて、とりあえずフォクシーがまず最初に来るのはいつものと思ったら、バルモーが先に来たか。あ来てる、正面来てますね。ダクト見てみようかな。いない。とりあえずはまあ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 まだ12時ですからね、余裕ですよ、余裕余裕。あ来てる。あバルーンボーイかやっぱり。まあ、こう。なんか来てるぞ、来てるぞ。おおフレディ久しぶりってさっきも言ったか。はあ入られてたー。こうなんかこいつ入られると思う。正面のライトが使えなくなるんで、もうフォクシーにやられるしかないみたいです。はいはい、さあもうかかってこい。俺はもう死を受け入れる。はああもうあれなんだ、左右のライト。うわー青いー。はあとまあね、今回からちょっとバルーンボーイをちゃんとね処理しないとねクリアできなそうです。はい、あーフィフスナイトむずいぞー、これクリアできるのか。まあとりあえず、今回はこんなもんで、じゃあ皆さんまた次回、バイバーイ。動画を見てくれてありがとうございます。スマホからご覧の皆さんは画面の下の方からチャンネル登録お願いします。 YouTube はこちら、こちらです。 PC ですね、 PC で、こちらはニコニコ動画、はい、はい、こちらです。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録するとどんないいことなの。お金を拾うことができる。なんでやねん。身長が20センチ伸びる。なんでやねん。パソコンが爆発する。そうだな。